今日は髪の毛がストレートでした。サルちゃん、こんばんね、こんばんね。とるる、こんばんは、開幕変顔変顔です。<laughs> 変顔しすぐしちゃ今日寝れるのかな、目。それがほんと心配。インナーかめちゃくちゃ、そう、真っ赤になりました。紅生姜みたいに赤い。<laughs> 過去一赤いかもしんない貴公子さんこんばんはだいこんばんはだい囲いち赤いよみくちゃん過去一ほんと赤い早く会いたいわよ私だって会いたいわよみんなに会いたい色がやばいね とも、こんばんめいちゃん、こんばんめいちゃん。れんさん、こんばんざい、こんばんざい。今日も万歳三賞かっこよすぎました。万歳三賞、思いのまま。水じゃないじゃん。そう、水じゃない。これは、んっと、なんだっけ。お水と、ああ、お水と、 ルイボスティー <laughs> が出てこなかったインナーがそうルイボスティー間違えた <laughs> ストレートだとインナーがバイバイのバイコちゃん紅しょうガとプリクラ撮りたい人生ですお明日プリクラ特典あるみたいですよ茶色い水そう組んできましたそこでそう明日は新宿倒れコのリリーフだよ 田んぼさんこんばんざいめいちゃんあいしてますありがとうあられちゃんこんばんざいうんちゃうんちゃそうお水とルイボスティーなんか両方半分ずつ余ったから割ってみたらルイボスティーが全然強いです田んぼさんありがとうあられちゃんうんちゃうんちゃうんちゃ フィルマリップクレットありがとうございました。いい足でした。いい足。足、いい足なのかな結構ムチムチだから、あんま自分では好きくない足なんやけど。お水と、ルイボスティ、そう、ルイボスティ。思い出すまでが長かったね、今。<laughs> 全然出てこなかった。少し、本当ちょっとだけ見た。紅生姜の天ぷら食べたことない。美味しいの半神ルイボスティは、んーと、好き嫌い分かれるけど、 メイはめっちゃ好きなんやけどえっとそうねえ <laughs> そうでしょ最初飲んだ時はあのー、シップみたいな味って思った <laughs> イスティー <laughs> でも今はほんとにおいしいって思える味ミントティーとかそっち系が好きだったらおいしいって思えるかもしれない センチネル2がアマプラで見れる、そう、アマゾンプライムで見れるようになりました。メイさんかっこよすぎて、本当めっちゃ嬉しい。行けん時に限っていいスペシャルとこでうーん、そう。明日、明後日はちょっといろいろできそうですね。お茶をお茶で割る。お茶をお水で割りました。水をお茶で割ったのかなどっちらがどっちか正解かわかんないけど。水の方が割合は高いですね。メイ様こん,んんこんばんは、かけちゃんこんばんは。 明日キースタで無線やってるかってよ明日キースタなの明日でもめ新宿倒れっ子やねんある意味無線よメイちゃんこんばんで、ね、こんばんで、ね、パフォーマンスはで断然メイちゃん見たさええー、めっちゃ嬉しいそれはよく我慢できたねね我慢ほんとよくしてると思うおかえりーっておかえりー誰やんジュリ <laughs> 湿布っぽいよねわかるかな飲んだよ見てほしい湿布ってわかると思うなんか湿布の鼻を抜ける感じの匂いが一緒って感じでもルーボシティはノンカフェインだからなんか赤ちゃんとかでも飲めるみたいな味らしいから実は優しい味なんですよで目はルーボシティがちょっと好きすぎる傾向にあるめっちゃ好き あ、ちゃん寝てるなこれめい <laughs> ちゃん昨日行けなくなってごめんね行きたかったねえこういったけのこん大丈夫体調インフルになったって聞いたけど見たけどジャスミン派ジャスミンちゃんよりもさルイボスティって見つかんないじゃんだから見つけたら絶対買っちゃうん、俺のめいがおるやんけお好きやでなありがとう今度見つけたら飲んでみてほしいめっちゃおいしい 個人メイのおすすめのルイボスティは無印のルイボスティとあのー、コンビニとかたまーにコンビニとかあとスーパーで売ってる赤いパッケージのルイボスティペットボトルなんだけどでも無印の、えっと、ルイボスティと黒豆茶のあのー、ルイボスティ×黒豆茶のティーバッグがのえっと やつが美味しいめめめちゃめちゃゃルイボスグリーーンティーとかよく飲めますんごさんお疲れお疲れ最近よく聞くからとても気になってるえー、飲んでみてほしい好みは分かれるけど私はすごい好きハローめいちゃんあいまリアホーお疲れ様ありがとう最悪のタイミングでインフルになったの死ぬほどつらいえー、ほんとお大事にしてね元気だよ元気明日声出せるとこ うん、明日声出せる。普通に。大声は出せないけど、声は出せます。ウケーみたいなのはダメだけど、メイちゃんとかなら大丈夫。そう、無印。無印ね、美味しいんだよ、お茶が。めっちゃホット用のなんか、その、ティーパックの、は無印でよく買います。美味しい。 芙美がジャスミン茶だったかなばあちゃんの頭皮の味とか言ってたしメイちゃんのシャはシッポアとう独特すぎでもメイはジャスミン茶をルイ・ブスティンは好きなの芙美のそのおばあちゃんの頭皮はよくわかんねんほんとに話す話す言ってなかなか行かないとダメよね今度話そう今度話そうねハクツルさんこんばんなこんばんなこまさんからおっまちゃんもやってんの今よっちさんこんばんなこんばんなこまさんの配信でコーヒーとか喫茶店の話をしてた場合あそうなの ジェトジェトくんこんばんはいこんばんはい。インスタグラムでの僕のレスポンスを受け取りました。受け取りました。今回はね、返さないでおこうって思って。めいた瞬間、めいじゃんって言ってしまいました。めいじゃんって <laughs>。めいじゃんって言ってほしみはあるよね、ちょっと。話したいことたくさんあるのじゃあ、会いに来てください。GTR さんこんばんはいこんばんはい。はつきくん、ちゃおちゃお めいち,ちゃんだよ久しぶりだね久しぶりなのかなどうなんだろう今日レッスンだったのあのライブの後にブリッツのあ,あ配信これね久々じゃんもうレッスン汗かきすぎてさ絶対首がヤバい みんなが思ってる以上にね赤いんですよ髪の毛が「メイちゃん」としか声出せないとかどうなんだろうでも高齢してるイメージ新宿店は普通にもっとちゃんとライブ行かないとなそうよ待ってるわインナー真っ赤ですこないだ久々にさちゃんに会いましたゆかりんです えササに会えたのえ、それはなんかすごいめっちゃ久々じゃんえメンも会いたいなカード使えたっけかあどうだったっけタワレコ新宿ってどうだったっけ使えたっけ使えなかったっけランドでベリーベリーミニーがえあのさ植木のところミニーちゃんに変わったんでしょ見たツイート 子供みたいになっちゃった爪が割れたんですよ親指これ何の指だっけ人差し指インスタのやつ書いて送ったけど他の人なんて書いたか気になってきたなんかみんな面白いなって思って <laughs> 内緒ですめいちゃん可愛いほんとゆかり久々だね元気かい以前 Twitter にあげてたフィーナー使ったけどとても良いでしたもうねストックしてる フィーノめっちゃいいよねこれ女の子で髪の毛今なんかパサパサやなとか髪質めっちゃ気になる子は買ったらいいと思うこれ安くてめっちゃいいこれはメイはドンキで500円で買いましためちゃめちゃいいからおすすめ本当に50円メイちゃんありがとう直吉よっよっライスちゃんヤッホータットさん晩は晩は 男性は髪の毛長ければトリートメントしたらいいと思うけどなんか基本的にはあんまり男性は頭皮に近い髪の毛短いから頭皮に近いからあんまりやんなくていいって見えましたうーのに見えたフィーのフィーの匂いも良かったしお手頃価格でねめっちゃいいよね本当安いしめっちゃいいし本当によき500円買うかいや本当にみんな買ったらいいと思うこれ タッとさんこんばんはメイちゃんがそれをおすすめしてたの知って実は買ったええ本当めっちゃよくないメイはめっちゃ髪質が変わったんだけどめっちゃなんか本当にあにブリーチしまくってたからインナーのところ結構パシパシだったのまあもう本当に死んでたとこは切っちゃったんだけど5センチ髪の毛を切りました実はもうこんだけ長いとバレないんだよね切った切,な切らないでもめっちゃ髪の毛の 質が全然変わったししササラサラになりまほんと髪の毛が今日はちょっと踊ったからあんまだけど本当にサラサラだし触ってなくたくなる髪の毛になったこんだけこの髪の毛の色とかでこれだけ髪の毛保てるのすごく重宝できそうと思ってで目はまたまたすごい傷んでたんだけどなんか これには12週間に1回ぐらいでいいよって書いてあるんだけどエサらはちょっと髪の毛が本当安定するまで毎日使ってた使えんかったら諸事情によりライブ見たら泣いて帰れます泣いて帰っちゃうの泣かないでほしいひらちゃんこんばんじゃいこんばんじゃいインスタのやつ超真面目に書いたんだけどもうめっちゃ嬉しかったみんながねいっぱい褒めてくれるから定期的にお行おうと思って。 二枚も良かったし、お手軽ね価格でよね、本当に五百円で買えるのすごい天才。目ん玉がかゆい。鈴木さんこんばんはこんばんは、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。鈴木さん覚えました。今日今日覚えました。ね、びっくりしたジャンピンさん解散。薄毛なのでトリートメントを頭皮につけたらダメらしいから、なんか髪の毛長い人とかこういう毛先とか。 につけるといいかもしれないです。めっちゃいいマジでめっちゃいいよねびっくりする。この値段でこんなにサラサラになれるんだったらマジ課金しまくると思いました。えマジ本当リピート確定ですねこれは。そう染めると痛んじゃうからねやっぱお前の髪綺麗よなって本当？そう髪の毛綺麗に保っていたいなと思って結構意識はしてます。ブリーチとか染めたり。 してるで髪溜めてる人には本当おすすめ,めめっちゃおすすめですそうマジでインナーカラーとかこういう感じでやってたやってる人には川内さんじゃあねメイちゃん多分次はワンマンでおやすみしておやすみトリートメントサボってるのサボっちゃダメだよパケパケポケポケポでよ解散ラーメン申し込んだら当選したら久々に金沢行く CM キャラクター目指せるかなもっと女優さんとかがやるんじゃないプリクラ特典は何枚だったっけ ?10? だった気がする明日なんかプリクラとクレープみたいな感じだった気がします多分なんかね枚数のねあの一覧表が欲しい愛ちゃん寝てるよ絶対これ あ、十二?。ありゃ。あれー。キャラクター、めした。トレードマーク、トレードマークよ。綺麗な髪を触りにいくか、次二月きど、二月待ってよ。試してみよう。そろそろ断髪しようかな。断髪します?鬼。鬼伝クレープは八です。え、プリクラ十二だっけ?。そんなだったか。 <laughs> ここの編み込みのゴムを取るっていう今耳の裏が痛くて痛くて痛くてよいしょ中太郎さんこんばんはお疲れさまですなんかぷ今回はなんか結構クリプリクラが人気ですねみんなプリクラがいいんですか楽しみ 絶対寝てるよ最近ねえトリートメントさばってるのさつきくんいや髪の毛チリチリになるよねわかるいやほんとにメイの場合は髪の毛同士が絡まっちゃってマジダマみたいなダマになっててえらいことになってましたほんと玉結びがいっぱいできてるみたいな 綺麗に赤く入りましためちゃめちゃ綺麗に断髪断髪式しようタワレコ新宿は現金のみだってなんてことだカードも使えるようにしてほしいね13日のリリーブはタワレコ新宿13はタワレコ新宿 あ、やばい、それはあれでしょ燃えたやつうん <laughs> 把握ですタワレコ新宿は現金のみなんだってうん<ー>串が通らないえそう本当にやばいよね串が通んないバキバキバキみたいなバリバリピチョピチョピ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 ョンみたいな今日何時に寝れるかなそう明日珍しく合同リレー日なんですよ久々だよねほんまに寝とるやんけ あゆちゃん寝てるよ多分寝てるのずっと夢覚ましになってるもん今<ー>これはもうあれだおやすみのあやちゃんです残念でしたライブだけ頑張りますライブ待ってるよみんなあした来てくれる明日すごく待ってる明日明あさってしあさって 101112ってずっとあれだからほんとずっとミリーベ13日はどこだったっけいや多分あれだった気がするけどお金貸しては笑う<笑>うまくやり取りしてほじみちゃんですバイトがなかった飛んでったうん受け止めたのに あやちゃんあやちゃんあゆーちゃん。明日仕事終わり特典会間に合うか分からんけど、間に合えばプリクラ撮りたいの気持ちいいあ <laughs> 待ってるの気持ちいい <laughs> 間に合ったらいいな。明日私服特典会なので。HMV だっけ ?13 日。13日どこだ ?11 が、明日がタワレコの新宿で、 その次がタワレコの渋谷でなんかもう毎回変わるんですよリリーベの会場がだからねどれが本当でどれが嘘なのかが分からなくてうんあと時間も変わるしねタワレコかプリクラってそんなに楽しいのかい結構楽しいですよプリクラは私服でプリクラは実質デートいやほんとそう デートになっちゃうわあゆちゃんそうあゆちゃんですライス寝ますいい夢見ろよいい夢見ろよいや楽しいですよ結構私服マジ無理私服です明日はもしかするともしかしてもしかするあれですね意外とミスそう意外とたつきくんめっちゃ会えてるの幸せ、幸せですね 今どきのプリクラをあんま経験してないから変な感じっていっつも思いますなんだこれはみたいなこうやって自分でカメラ動かすんだよでも一人ではプリクラは撮らないです基本的にはあんま行ったことがないプリクラほんとに。 ね、1人では全然行かないめいちゃんの権力でなんとかカードか <laughs> むずそれむずい店舗を変えなきゃいけないからね学生時代はめっちゃ撮ってたけど今はたまにしか行かないいやほんとそうなんかほんとにびっくりしちゃう今の子たちのプリクラなんか新機種とか全然分かんないからさすごいなって思っちゃう1回だけ 一人プリクラしたの一人プリクラってどういう気持ちでやるのなんとなくネタでやるのそれとも致し方なくやるの渋谷は使えるのにタワレコの新宿はカードが使えない最近目にねゴミがいっぱい入るんですよなんでだろうね なんでだと思いますかこっちの目が今何してるのうんとね、目の中のゴミを取り除いてますダメだ、取れないコンタクトを洗うしかなさぎですね、これは とかプリクラに行かないえ、そんなことないよ最近のプリ…そう、証明写真撮れるんだよすごいよねそロプリは罰ゲームでやらされたことがあるえー楽しそう、罰ゲームプリクラは2人じゃないとねなんかもう今大人数とかでも撮るしねメイ様可愛い,いありがとうアリサちゃん みーちゃん配信見れたありがとう夜遅いのに今日ライブ楽しかったですありがとうリプもくれて Twitter もフォローしてくれてありがとうまた会えたら嬉しいな何してるの配信してるよ最近のプリクラってッマットさんみたいになるあ <laughs> マット加工みたいなあれすごいよね 全員は取れないからじゃんけんとかあるんですよね。間に合っても取れない。いやでもプリクラは二枠か三枠。明日そんなに時間があれなので、二枠か三枠ぐらいはあるよ。大丈夫だよ。回せばね、大丈夫よ。そんなに明日はね遅いわけではないからね。メインに合ってない。 いや、ほんとよ、吉郎さん。明けおめしようよ、明けおめ。全力で漏りに行ったけど、どうやったら盛れるの、プリクラって。こうやったら盛れるの。<laughs> 難しい。全員、私服のクオリティによってチェキだけでも、お明日はあれですよ。内緒です。もう決まってるんだけど。ぜひお話ししたいですね。バンまたかぶりそうなのでワクワク。おぜひぜひまた、 同じ対話の時はお話ししましょう待ってるめちゃめちゃめっちゃ褒めてくれて嬉しかった本当に週末からはいよいよ大相撲の初場所が始まる相撲をちゃんと見たことがないんだよな一回見てみたさはあるんだけどお希望が希望があるよみくちゃんみくちゃんでもみくちゃんに会えたらいいな <laughs> いっぱい来たい人い人るわねいいっぱいね来てくれたら嬉しいな人がともちゃんヤッホーヤホー昨日のリリーベカツカツそうすごかった昨日ははい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 帰ろうみたいな感じだったから失礼しますまたね慎吾さんまた来てリリースイベントは基本的にライブが20分から30分枠があって無料でライブが見れちゃうので是非日程合わせて来てみてください CD1 枚買うと全員メンバーと出演しているメンバー全員と握手ができたりとか結構楽しいリリースイベントになっているので待ってるよーの気持ちですいやほんと明日は明日までにやらなきゃいけないことが多発しておるのかな何それ えチンしたの？うん、え、ね、どういうやつ缶のやつをチンしたの？あれじゃ別に飲めるんじゃない？な怖くない？なんで？冷凍のやつをさ、うん。じ切れてないけど冷凍のやつをずっとさあ、うん、あの冷たい場所に置いといてるじゃん。雪、うん、かなう？うん。大丈夫だと思うよ。牛乳入ってないかな？牛乳入ってるか入ってないかは缶見たらわかるんない？ え入ってたらやばいかな別に大丈夫だよプリクラはマジやべえよえガチガチに盛れるようにするわするあっちあっちあ熱い熱いけどなんかダメな気がする味がっちいしえこんなもんだあっだあっちだよ あげる。いらないよ <laughs>。え、一回やってみようの気持ち。え、なんかちょっと変な味しない。缶のコンポーターの味がする。え、しないよ。腐ってる。腐ってる。腐ってんのかな。どうなんだろう。もろ、仕事してる。あ、明日お仕事の時間なんだ。 石川県出身の遠藤遠藤は知ってるブローライブにつられていくと新人をついてしまいたくなるから気をつけないと待っておるパンダのマグカップかわいい樹里ちゃんのそう樹里のですジュリアのコンポーターですねダメだったみたいです二 <laughs> 人きりになれる列としては観覧車より神自分調べあそうなのやあやつみおやつみ しっかり寝ておくれうん、うん、今日は一日眠そうだったからね今日ほんずっと寝な,なんか目にずっとゴミが入ってるんだけど <laughs> おやすみこんばんざいこんばんざいないとんでもない量買ってるんだけどやばいえぞこれからまだまだ楽しいね特典が増えると思うので楽しみにしててくださいの気持ち やばい、どれからやろうかな今日はやることはやって寝たい気持ちいいプリクラのデータ有料システムってどうしたらいいって聞かれたんだけどわい分からんなんだが誰に聞かれたのえっとね今後ね多分データを送るやつが多分なくなるんですけどなくなっちゃうんですよえっとスプリクラ撮影で 終了みたいなになるっぽいですなんかレーベルの人がそうしましょうみたいな大人が言ってきてて言ってるので多分そうなっちゃうと思います今まで撮ってくれた人の分のやつはちょっといろいろあるんでわからんことがあったら聞いてください平日にやられたらいけないですよだってオフ会行ってくだされって言ってるめいたんはいりんたんこんばんはもうそろそろ終わるけど お洋服と CD 買いすすぎて財布すっスッンカンピーすっからカンピーや <laughs> おもろなんか300円登録ってフミが言ってたけどなんのこっちゃってなっててノーノーノーうんうんうん自分のアドレス持ってたらね有料会員でうん全部保存して大丈夫そこはもうね自由なんならメインにも欲しい <laughs> おそッろっちしたい 画像。ええー、涙涙。オッケーですオッケーです。赤髪になってから目、明日もしプリクラ撮るとしたら初ですね。フユ。フユフユフユってやつ。やめちばくんこんばんは、ね。二十四時に寝て今起きた。頑張った頑張った。やめちばくんさあ体調大丈夫？ 心配よ私は心配よ最近体調悪い子多いから気つけてねバンダイジャパンもぬぬかちゃんがねインフルエンザなったりとかすごいしてるから気つけてほしいみちゃんいやほんとインフルエンザ流行ってるからね今ほんと気をつけて目はめっちゃ元気なんだけど <laughs> めっちゃ今やばいぐらい元気恐ろしいでしょ ちょっと眠いいなーぐらい今はだからめっちゃ元気なんですよでもこっからねみんな今からあジュリアジュリースマホ出てきたけちょうだい頑張っていただく頑張っていただく <laughs> 頑張っていただく 何のってやんみんなで楽しく生きていこうな。他人の保存禁止なんです。すいません。ね、いや、そうなのよね。えこっちじゃないっけここにあるんここリ <laughs> ビングでなんか一人ずつした覚えがある。違うっけここにあるえ、こっちじゃないそっちの気がする。あった !OK。<laughs> オーケー はのかちゃんののかちゃんが元気だと安心するめっちゃ元気よめっちゃほんとびっくりするぐらい元気なの超元気よあもしデータで欲しい人がいたらねあの機種のやつをあの登録してみてください300円です期間中にねいっぱい撮る人だったらいいかもね なのでまた明日からリリースイベントが3日ぐらい続くんですけどもし来れる人がいたらぜひ来てくださーいイェイイェイ待ってます <laughs> ということでそろそろ終わりましょうかね大根保存しちゃってるまあわかんないもうそこら辺やったことないからわかんないんだけど実家にいると思った実家 <laughs> 実家じゃないよ ここにいるよお家ちバンザイハウスにいる明日からのライブも頑張りますのでぜひ会いに来てください以上バンザイジャパン石川県の伝道師リーダーの吉原美依でしたまた明日お会いしましょうバイバイそうそんな機能があるんだよ今すごいよねおやすみおやすみおつめいおつバンザイおつバンザイ つまいちゃん早くデータ送るね待っててバイバーイおやすみなさいじゃあね